いやー、刹那健介だよ。では、箱庭の歌、やっていきたいと思います。BGM の方はよろしいですか？ BGM はちゃんと聞こえておりますか？俺の声、ゲームの音、両方とものバランスはよろしいですか？はい、先生。よし、行きます。ロードや。危ない、スタート押しそうだったわ。前回のおさらい。前回は、初見の方もおるけど、もしかしたら前回知らんかもしれんけん、とりあえず前回の話をしておきます。前回は、コナミちゃんっていう子と、マリンちゃんっていう子、女の子同士なんやけど、愛を育みました。まさかマリンちゃんが、コナミちゃんに告白するという、ユリカップルの誕生の瞬間を見てしまった、りょうすけ。もう、二人のことは、YouTube で見てください。動画が上がっているので、すでに。まあ、視聴者さんの心に、すごいときめきを与えた二人です。今度いつ出てくるかな。そんなことがありながら、これ、話し合いを始めるわよって言ってますが、これは文化祭ですね。文化祭の話し合いです。やっていきます。僕と小鳥がついてからすぐ、コナミがやってきて、残りの三人も後からやってきた。その前に一つ面白い話があります。また本当に邪魔するのが好きね、あんた。まあまあ聞けって、面白い話なんだからよ。まさかその面白い話ってあれのことか。まさかコナミのことじゃ。本当でしょうね。面白くなかったら膝の皿割るわよ。伊月、前から思ってたけど、なんでお前そんなにバイオレンスなことを言うんだな。膝のお皿割るわよって。俺、膝の皿って言葉は、なんか数年ぶりに聞いたぞ。お前中学校の時に聞いて以来やぞ、膝の皿とかいう言葉。なんで毎回そんなに厳しいんだ。で、何よ。実はコナミが、それ言っちゃうの兄上みたいな感じの顔にしてる。今日告白されました。にゅー、なんで兄貴がそれを。マジ。めちゃくちゃ続いてるやん。膝の皿割るどころじゃなくなってきたぞ。ああ、マジだと思う。りょうすけ、告白って何？言うと思った。小鳥ちゃん告白も知らないの。ああ、だったら俺が告白ってことを教えてやるよ。体でな。は初見さんおるんぞ、今回。今回の生放送、初見さんおるんぞ、お前。俺な。そんなこと言うていけるんか。初見さんにちょっとは言っておきますと、ですね。いつもの俺はこんなんじゃないから。ちょっと気にしないでね。好きな人に好きって伝えることだな。相手はどこのどいつよ。くだらない男だったらお姉さん認めないわよ。お前めっちゃ興味持っとんやん。面白がってるな、お前絶対。くくく、本当に面白いのはここからだ。じゃ、兄上、コナミに告白したのは森崎だ。兄上。森崎って女じゃん。どういうこと？友達としてって意味じゃ、勘違いしちゃならんぞ。いずね。いや、違うね。俺ちゃんと聞いたもん。もう全部バラそうとしてる。妹の周知を、妹の恥ずかしいこと全部バラそうとしてる、この兄貴。この好きは恋人になりたいって意味の好きって。兄上、それはまたすごい展開だな。お前も結構興味持っとんか、その顔。やれやれだぜって顔しといて、お前結構興味持っとうだろ。お前歩む、お前。普通お前が止めるところやぞ、ここは。だろ、女が女に告白なんてありえよな。ほほほ。いや、お前も本島に行った時に男にナンパされてただろ。それはちょっと違う理由やけどさ。違う理由やけど、まあ夏行きやけんな。
夏行き見た目女の子やけん、そりゃ男が、男の方はさ、女の子だと思ってナンパしようわけやけんさ、それはちょっと違うけんさ。そりゃ俺のこの可愛らしさからしたら仕方ないだろう。だったらコナミのこと笑えないだろうが。それはそれ、これはこれ。で、コナミは何て答えたのよ。それはこいつ走って逃げ出したんだよ。もうなんで全部兄上は知っておるのじゃ。ふーん、まあ逃げるのも仕方ないかもね。突然同棲に告白されたんだし、されたんじゃ。きっとあれも何かの勘違いじゃろう。マリンちゃんもつい勢いであんなことを言ってしまったのに決まっておる。あ、それな、ちゃんとリサーチ済みだぜ。好きなものは好きなんだからしょうがないでしょう。相手が女の子でも好きになっちゃったんですもん。今日放課後森崎に話を聞いたらそう言ってた。森崎マリンって女、これはやる女だと僕は見たね。勝ちだったかそれでどうするんだ、付き合うのか。アユムがマジな目になった。アユム、お前結構ガチなところをついてきた。付き合うもないような話なのにな。そんなわけないじゃろ。何を言い出すんじゃ、アユ兄は。夏行き、さっきまで森崎を話したんでしょ。森崎はなんて。私、簡単に諦めみたいなんかできません。だってさ、森崎、マリンちゃんもガチできてる。マリンちゃんそんなタイプだった。初対面の時には絶対そんなこと思ってなかったのにな。それで夏行きはなんて答えたの。そんなのお前、 OK、 わかった。じゃあ俺は全力でお前に協力するぜ。だよ、なんでじゃあ。夏行きも自分の面白い方向だったらどんなところでも行くな。もうなんか地球に隕石が落ちたら落ちたところに急いで行くタイプの人間やな。だってそっちの方が面白いじゃんね。妹なのにね、被害受けてるの妹なのにね。どっかで聞いたようなセリフだな。もう兄上を私をどうさせたいんじゃ。そんなこんなで最大の話し合いはなかなか進まなかった。お前ら何なんだ、告白の段取りの話し合いとかすんな。お前って確かに気になるけどさ、もう夕方になりっていうか、もう夜まで続けてほしいぐらい気になるけどさ、ちゃんと文化祭のこと決めようぜ。青春だぞ、青春、俺たちの青春。ようやく俺のターンだぜ。長かったな。みんなが本拠地から出ていく中、僕は歩に話しかける。歩、ラジオ借りてってもいい？ん？ああ、構わないか。歩から渡されたラジオをカバンにしまう。あ、大丈夫なはず。大丈夫ですか。ああ。何かするのか。いや、ちょっとね、あ、これ前回のパート見てない人に説明しておくと、まあ、今のを手渡されたラジオっていうのが、いいか、動画見てもらおう。ここに、なんだったかな。再生リスト、牢獄の庭の再生リストも貼っておくんで、そっちを見つつ、前回のパート見てもらったら、このラジオの話が出てくるんで、まあ、見てね。雑、宣伝雑。踏む？歩むの今の踏むって、なんか可愛らしさアピールをしてきようタイプのやつかな。ねえ、小鳥。ん？小鳥は昨日、どこで戦ったの？なんで？いや、敵が出るなら近づかない方がいいだろうなって思って。そう。僕の発言を疑うこともなく、小鳥は場所を教えてくれる。なるほど。ありがとう。うん。夜になり、僕はまた適当に言い訳して家を出た。もう慣れっこなんやな。手には本拠地から持ってきたラジオがある。今は特に何の音も立てずにおとなしくしている。よし。小鳥に教えてもらった場所を目指して歩き出す。よく考えたら、なんで僕はこんなことしているんだ。
知らねえ。敵のいる場所に自ら乗り込むなんて自殺行為以外の何者でもない。小鳥が心配だというのが一つの理由だけど、そんなの僕が言ったところでどうにもどうなるものじゃない。頭に浮かぶのはあの日敵を切り裂いた時の小鳥の姿。今でも鮮明に脳裏に残るあの光景を。もしかしたら僕はまた見たいと思っているのかもしれなかった。物好きやな。なぜか恐怖心は一切なく、僕は夜道を一人歩き続ける。おっと、道のそばに RCH の臨時支部に置いてあった車を見つける。来とるやん、イーナさんたち来とるやん。ってことは、今日もこの辺で戦ってるんだな。道からそれ、山道に入り込む。危ないよ。危ないよ。陽介君危ないよ。ずーずー。ラジオがかすかに音を拾い始めた。やっぱりそうか。このラジオはおそらく RCH 関連のもの。敵の出す特殊な電波を感知することができる特別なラジオに違いない。待てよ、ということは時々本拠地でこのラジオが音を拾ったことを思い出す。それはつまり本局の近くを敵がうろついていたということだ。危ないや。え、そんな危ない状態だったんや。本局の近くで敵がおったとか。もうこんかっただけで、敵がこんかっただけでラッキーっていくぐらいだな、これ。危ない。夏だというのに寒気を感じた。夜の山の中を一人で歩き続ける。この辺りは子供の頃から遊び場として使っていたのでよく知っている。しばらく歩くとツーツーツー、ラジオから聞こえるノイズが大きくなる。近づいてるやん、絶対近づいてるやん。あまり音が大きいとバレてしまいそうなので、僕は服の中にラジオを隠して辺りを伺った。しばらくするとザッザッザッという足音が聞こえてくる。ああ、小鳥ちゃん、この顔を見るためだけに僕は来たようなものです。小鳥、真っ暗な山の中、まばゆい光が瞳に飛び込んできた。光る刃を右手にした小鳥の姿がそこにあった。え、敵おるやん。やばいところで出会ったんちゃうん。そのすぐ近くに敵はいた。この前学校で見たものと同じぐらいの大きさだ。え、小鳥は飛び跳ね、腕を振り下ろす。しかし刀は敵に当たっても敵を切り裂くことができない。嘘やろ。なんで。数歩後ずさり、小鳥はまた敵に向かって刃をかざす。しかし何度気ぃつけても敵は平然とそこに漂い続けた。聞いていない。小鳥が敵と距離を置き、相手の出方を伺っていると。敵ってどんな音するんだろうな。みたいな感じで伝えるのかな。敵は小鳥に詰め寄ることがせず、反対側に逃げ始めた。待って、おうとした小鳥だが、その時、あ、右手の刃が光を失い、闇の中へと消えていってしまった。時間制限あるんこれ。その件時間制限でもあるんか、もしかして。これ以上戦うのは無理だと判断したのか、小鳥は立ち止まりうつむく。しばらくそのままでいたが、小鳥は携帯を取り出し電話を始めた。もしもし、私、小さいのは何時か倒したけど大きいのには逃げられた。うん、わかった、今から戻る。力なく小鳥は山を下っていく。話したかったな、小鳥ちゃんと。服の中に隠したラジオの音を小さくなっていた。どういうことだろう。敵を倒せるはずの光の刃でも今日の敵には全く効いている様子がなかった。完全に敵も方も進化してきとんで。
もう小鳥ちゃんとの戦いに対抗するかのごとく対抗力、抵抗力をつけてきとんで、完全に進化しとんで、こいつウイルスみたいな感じじゃない、ウイルスのごとくやん。もう敵の倒し方を忘れていたのに、それを誰にも言わなかったことへのことだ。今回の敵に光の刃が効かなかったこともイーナさんに隠すかもしれない。僕の方から報告するべきか。でもそんなことしたら、なんでこんなところにいたのか説明しなきゃならない。どうしたものか。どうするの凌介、とりあえず下山しよう。考えるのは帰ってからでもいい。そう思って歩き出そうとしたその時だった。おっと、これはこれは、思わぬところで思わぬやつと遭遇だ。誰だ。え、突然かけられた声に驚いて振り返る。誰誰、見た目的にイーナさんのお兄さんみたいな人やけど誰。少し離れた場所に見知らぬ外国人の男が立っていた。だ、誰だ。愛坂良介だな。鋭い眼光が僕を捉える。それを見た瞬間に蛇に睨まれたカエルのように動けなくなる。なんで僕の名前を。僕の問いに来ないやつ、男は話を続ける。なんでお前がこんなところにいるんだ。ん、ああそうか、やっぱりお前が持ってたか、それ。男は僕の右手のラジオを見てそう言った。え、これがどうした。考えをめぐらせる。この場にいて僕のことを知っている人間、そういうことなら RCH の人間か、もしくは RCH に敵対している組織の人間。敵の方。そうか、敵の方ってこともあるんか。ちょうどいい、いろいろ聞きたいこともあるから一緒に来い。男が少しずつこっちに近寄ってくる。これ敵だったら捕まったらあかんパターンのやつで、これに逃げなきゃ。すぐに背を向ける。すると、どこに行くつもりです。めっちゃ可愛い子出てきた。いつの間にか女の子がそこにいた。うわあ、ひよこ、お前来るの遅いんだよ。危うくでかいのまで小鳥にやられるところだったぞ。え、小鳥にやられるところって何。ひよこと呼ばれた女の子は眉を寄せて反論し始める。そんなひよこのせいじゃないま。ひよこはちゃんとやることやってま。クリスなんて何もやってないじゃん。え、チーズだもん。そんな顔しちゃって怖くないもんだ。よくわかんないんだよ。褒めてるな。言えるなら今しかない。しかし、おいおい、逃げられると思ってんじゃねえぞ。あ、お前血は喧嘩ばっかしとっていいやん。血は喧嘩に集中して俺逃げるからさ。すぐに察知され腕を捕まえた。離せ。暴れようとする僕を男はいとも簡単にあしらい、僕は関節を決められてしまう。あった。まあまあ、ちょっと話を聞くだけで乱暴はしねえよ。してるじゃないか。今してるじゃないですか。それはお前が言うことを聞かないからだろう。と行くぜ。そのまま連れ去られそうになる。その時、いやいや、いけませんね、クリスちゃん。新しいキャラクター出てきすぎだろ、お前。もう俺の未知の存在をぶつけてくんな。暗がりから聞こえ目のある声、聞こえ目のある声だった。あ、お前かい。お前かい。大丈夫かい、涼介や。大野さんだ。大野さんの声でどうやりよったっけな。もう適当に読めばいいか、大野さんやけん。ち、めんどくせえやつが来た。あ、そうなんすよ、クリスさん。こいつめんどくさいやつなんですよ。なんか両方ともが敵に見えてくる。おいおい、めんどくさいってひどくない。おいとお前のだけなのに。友達みたいな言い方してんじゃねえよ、裏切り者。またそういうツンツンした態度。どうも、ヨちゃんや。ピョちゃんって言わないでください。いつ言ってます。
ていうか話しかけないでください。バカが映ります。ひでえ言い方。昔はさ、ひよこ王女と結婚するとか言ってたのにさ。え、言ってません。そんなこと言ってたぞ。お前クリスを食べてて。本当に一国の三兄弟は俺に冷たいよね。お前のせいだろうが。なんなんこれ、なんなんこれ、めっちゃ俺置いてかれてる。ちょっと待って、もう俺逃げんからさ、その輪の中には入れてくれん。ちょっと俺一人で寂しい、一人で寂しいっす。ういっす。ダメだ、また完全に置いてきぼりにされている。まあ何でもいいだけどさ、とりあえず涼介返してくんない。お前らの姉ちゃんにそいつの護衛役頼まれてるんだよね。俺姉ちゃん、え、じゃあクリスってんとヒヨコっていうん、え、ってことはイーナの弟と妹なんこれ。え、このまま誘拐されちゃったら俺はすっげえ怒られると思うしね。で、イーナってそんな妹おるんじゃ、そんな弟おるんじゃ。一作目じゃ、前作じゃ全然出てこんかったけど、老後の庭だったら全然出てこんかったけど、そんな老後の庭ですが、再生リストで飛ぶボタンを置いとくんで、よかったら見てください。エース。大野さんの言葉にクリスと呼ばれた男が顔を しかめた。姉さんの名前出せば俺が言うことを聞くと思ったら大違いだぞ。ああ、じゃあ仕方ない。そう言うと大野さんは懐に手を入れた。まさか拳銃、俺の投げ出しにこれをやるから。金で解決しようとしてるこいつ。お前護衛役の五の字もないやないか。護衛役というか交渉人でないかお前。交渉になっとうかって言うたら微妙なとこだけどな。な、舐めないでください。何ですかその小学校の小学生のお小遣いみたいな額は。ヨちゃんにはちょうどいい字がいいじゃん。まんま小学生だし、学力は大野より上です。じゃあどうしろっていうの。脱げばいい。ここで脱ぐな。ボタンに手をかけるな。タック。え、どういうわけか僕は解放される。おう、大丈夫か涼介。くそ、結果的に大野さんのおかげみたいになってしまった。俺は言いませんけどね。はあ、まあでもなんでこんなにあっさり。中央委員会の命令とあっちゃ従わないわけにはいかないからな。いや、そんなつもりで言ったんじゃないんだけどな。俺一応今俺は RCH の臨時バイトだし。あ、バイトなんこいつ。大野さんバイトだったんだな。ち、言ってろ。おい、相坂涼介。は、はい。RCH のしてることが正義だと思っているのなら、それは大違いだ。え？どういうこと？確かに情報保有個体を放っておけば、人押しには出るかもしれない。だが、長期的な目で見たら、情報保有個体は人類にとってなくてはならないものだ。いずれ説明してやるが、とりあえずそのことだけ覚えとけ。そう言うと、クリスという男は、僕たちに背を向けた。行くぞ、ひよこ。あ、うん。もう行っちゃうの？久しぶりなんだし、もっと、語り明かそうぜ。お前、どの立場からそれを言おうんだ。敵やぞ、お前。あかべーだ。二人はそのまま闇の中に消えていく。もうなんかわからん、わけわからんことばっか起きて始めてきたな。なにこれ。もうわけわからん人が出てくるし、それがさ、イーナさんの弟と妹みたいなこと言うし、大野さんは相変わらずバカだし。というわけで今回はこの辺にしておきます。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。やっとれ、変わった。